ばらく寝とけって。おう、八神氏、今度は何ですかな。あまり大きな声じゃ言えないんだけどさ、盗聴器が欲しいんだ。つくもそういうの詳しくない？詳しいに決まってるでしょ。僕を誰だと思ってるんですか。だよな。材料さえ揃えばすぐ作れますぞ。材料ってお前の手作り？メイドインつくも、これ以上信頼できる製品はありませんぞ。おまけにお友達価格ですから。分かった、任せるよ。で、盗聴器の材料ってのは？すぐ集めてくる。そんなことする必要はありませんよ。ここにはないが、ここで手に入る。その心は？なんだそれ。ネット通販です。
お急ぎ便でしたらあっという間に届きますから、矢上氏はお金だけ用意してくだされ。いくら？材料費と僕の手間賃込みで10万ほどあれば。それでお友達価格なんだよな。もちろん赤字覚悟の大特価ですとも。じゃあ了解。ではお金が用意できたら声をかけてくだされ。必要なパーツは手配しておきます。お金準備できたのですかな。材料費と手間賃込みで10万円ですぞ。ああ、これで頼む。助かります。では完成したら連絡いたしますゆえ、ちょっとばかしお待ちくだされ。わかった、よろしく。いらっしゃいませ。うまい。ありがとうございました。
神さん。怪しいな。よし、かっ飛ばす。
八神さん。私が御社を志望させていただいた理由は、うん。
ん？
とうございます。